スタニッヒマガジンの絵。横に寝かせ上から見た図。手前側を銃に差し込む弾層は、下記の弾薬をあらかじめ装填しておき、発射の際に示談を供給するための銃の部品の一つである。英語の発音をそのまま借りて、マガジンとも言う。外付けのものと銃に内蔵されているものがある。前者は、半自動式拳銃や自動小銃、軽機関銃に、後者は、 ボルトアクション方式など手動小銃や回転式拳銃でよく見られる。改造品や模造品、また正規品であったとしても使用として、ごく稀にオートマチック式で固定式のものもあれば、回転式で脱着できるものもあるため、一概には言えない。FN ブローニングハイパワー用ダブルカラム式断層と、その分解状況銃砲に弾薬を最初に装填する、時や、 火器が一発の弾薬を発射し終えた後、弾倉の中の弾薬が自動、または手動で薬室に送り込まれる。弾薬は送り板を底面として、バネの力で押し上げられており、開口部には勝手に飛び出さないように止め金が付けられているか、開口部側面が曲げ加工されている。いくつかの種類の弾倉は、クリップで簡単に装填することができる。英語圏では、 しばしば、クリップとマガジンという用語が同一視される。装填の補助具である差し男子と射撃に際し弾薬を保持する弾装を厳密に区別するべきとする立場がある一方、組織や国による定義の差のため、これらを厳密に分離することは困難とする立場もある。例えば、イギリス軍が1929年に作成した消火器教本では、 弾倉に弾薬を装填するための器具、すなわち、アメリカにおいて、ストリッパークリップと称される種類の相談紙を、チャージャーと定義し、弾薬と共に弾倉に装填され、弾倉が空になった時点で排出される器具、すなわち、アメリカにおいて、エンブロッククリップと称される種類の相談紙を、クリップと定義する。また、発射に備えて、弾薬を保持する武器の一部を、マガジンと定義する。 もともとは固定式断層を備えるボルトアクション式不標準を念頭に置いた定義だが、これに従えば、例えばピストルなどの断層は、銃本体から構造上分離しているため、マガジンではなく、クリップに含まれうるとも解釈できる。断層にはいくつかの種類があるが、最も一般的なものは脱着式であり、箱型のものが多い。弾は先細りの形状をしているため、 20発程度までのものは直線的な形状をしているが30発以上装填できるものは湾曲していることが多い。これはバナナの形になぞらえてバナナ型断層と呼ばれる。初期の箱型断層は縦に一列に装填していくものだったが多くても7な,ないし10発しか装填できないものが多かった。そこで断層の幅を広げ互い違いに装填していくことで 装填数を増やす工夫がなされた。前者を単列式、またはシングルカラム式、後者を複列式、またはダブルカラム式という。しかし、日本の陸上自衛隊が新型拳銃を導入する際、ダブルカラム式拳銃の銃波は、日本人の手には大きすぎるという理由から、相談数を犠牲にして、シングルカラム式のシグザウ LP220 が採用されている。 しかし、サットやシット、SST、スペなどは、ダブルカラム式の拳銃も採用している。なお、近年は、日本人の体格も昔に比べ、一段と良くなっているため、ダブルカラム式の自動式拳銃を問題なく握れる、人は男女問わず多い。また、シングルカラム式でもデザートイーグルや、オートマグ3のように、マグナム弾やカービン弾など、 全長の長い特殊な弾薬を使用するために握りにくい製品もあればダブルカラム式でもシーズ75やブローニング HP など人間工学を利用したり居手のことを考慮して手の小さな人でも握りやすくした製品もあり両者の優劣を一概には判断できないダブルカラム式の箱型弾層には開口部が一列に絞り込まれて弾薬を一発ずつ抜き出す シングルフィード方式と絞り込まれないまま2列の弾薬を交互に抜き出すダブルフィード方式がある。前者は強度においてまさり破損の危険性も少ないが断層内で2列の弾薬が1列に絞り込まれる際に目詰まりが起こって球弾不良を起こす危険性がある。一方後者は目詰まりの危険性は低いが開口部が大きく開いてしまうため 内蔵バネの劣化によって弾薬が飛び出したり、抜け落ちたり、強度において劣る開口部が、破損変形して、球弾不良を起こす、危険性がある。さらに、箱型弾倉には、スオミ KP-31 短期間銃やスペクトラ、M4 短期間銃のように、4列が並んだ、複列式も存在する。1878年。 ウィスコンシン州ミルウォーキーの時計職人兼銃職人、ジェームズ・パリス・リーは、5発入りの着脱式箱型断層を発明し、特許を取得した。翌1879年、老舗銃器メーカーのレミントン社がリーと契約し、新型断層を備えた銃の発売を始めたが、当時レミントン社は、経営危機にあったこともあり、商業的には失敗に終わった。 1886年、リーはレミントンに見切りをつけ、イギリスに渡り、王立消火器交渉と契約した。こうして生まれたリーエンフィールド銃は、大成功を収め、イギリス軍の長寿シリーズとなった。第二次世界大戦期にかけてのマガジンは、着脱こそできたが、あくまで分解清掃の際に邪魔にならないようにという、配慮からで、 予備断層を傾向してた紛れ時に交換する考え方はなかった。最も,も一般的なマガジンの形状で箱型のケースの中に弾薬が一列あるいは互い違いに並べられ普通は底部に設けられたバネにより順次重本体に送り込まれる。相談数が多いものでは弾薬の形状が先細りのテーパー形状であるために湾曲してバナナ型になることが多い。 一般的には、銃の機関部の下側に取り付けられるが、上部や側面に差し込む方式も存在する。構造の単純さゆえに安価で信頼性が高いという利点があるが、相談数を増やしすぎると断層が長すぎるようになり、銃から大きく突出して、保持射撃の障害となるため、大容量化には限度がある。近年では、 残弾数が一目でわかるように樹脂製の半透明のものも存在する。多くの弾丸を収納し、全イ動力で送り出す、円筒形の弾倉。近年のものには、後方が透明のプラスチック製で残弾が容易に確認できるものもある。構造が複雑で目詰まりしやすい上に、コストが高く、特に第二次世界大戦後は、軍用としては少数派である。このか。 軽機関銃重用として、団体を丸めて収納しただけで、中身にゼンマイなどの機構を備えないタイプのドラムマガジンもある。また、それから派生した単なる補定の断層もある。DP28 八軽機関重のパンマガジン、パンとは平たい鍋のことであるが、日本語では円盤型、皿型とも呼ばれる断層、ドラムマガジンの一種とみなされる場合もある。ルイス機関銃用のパンマガジンは、 仮面が解放されていた。銃弾は内部の円盤型砲弾板状に先端を円の中心に向けてぐるりと配置され、やはり全イ動力で送り出す。使用する弾薬が旧式で薬莢がリム付きであることが多い。ルイスケーキ銃のように射撃時に弾装自体が回転するものもあった。ほとんどのものは薬室上部に水平に設置されるが、 シャテルロー M1931 のように側面に垂直に設置されるものもある。相談数は多いが大型で重く、ものによっては破損しやすいなど、問題もあり、現代ではこの形式を採用している銃は、ごく少ない。細長い円筒形、または高く柱で、内部の螺旋状の溝に多くの弾丸を収納し、銃の前方下部や後方上部に重心と平行に、 取り付けられる。スパイラルマガジンとも呼ばれる。採用例は、キャリコ M100 や BP-19 ビゾンなど、比較的新しい形式で採用している銃は、ごく少ない。多数の弾薬をコンパクトな空間に収められるという利点があるが、構造が複雑な上、前後に細長い形状のため残弾が減少するに、連れて弾倉の、そして、 重全体の重心位置が変わってバランスが崩れる。さらに大型で重く装着時に作動用発情のテンション調整に手間がかかるという欠点がある。細長い形の環状断層。脱着式の場合もあるが、その長さから来る取り扱いにくさから固定式である場合が圧倒的に多い。歴史的にはウィンチェスターライフルタのレバーアクションライフルが採用しており、 現代では三段重用として使用されている。多くの場合、重心階を並行して取り付けられるが、スペンサー銃のように重傷へ内蔵されたものも存在する。実砲は一列に並べられるのでセンターファイア弾では、戦闘弾が来管に干渉するため、暴発防止用に兵頭弾しか使えないとされている。またヘリカルマガジン同様、 発射に伴って重心位置が移動してしまうなどの欠点がある。このほか、重上部に寝かせて設置され、装填直前に実縫が90度を回転する機構を持つ特殊な細長いボックスマガジンや複数本のチューブを束ね、手動で回転させることでチューブを素早く切り替えることができる、手動回転式、チューブマガジン、ロータリーマガジンがある。内蔵型では、 ボックスマガジンと同じ原理だが実報を手動で一発ずつ、ないし、ストリッパークリップを用いて一括で装填する、ボックス型、脱着式の相談紙を、実報ごと押し込み装填する、円ブロッククリップ型、ロータリー型、垂直に立てた円盤へ360度放射状に、実報を全周配置するターレット型、チューブ型のほか、前述の手動回転式、チューブマガジンが存在する。 リボルバーのシリンダーもこの範疇と言える。さらに、20から 40mm クラスの対空機関砲などには何発かまとめたクリップを次々と上から乗せていく方式の固定式断層がある。日本の11年式系機関銃も消火器としては珍しくこの方式で5発ずつクリップにまとまった時砲を重ね装填していくが、ホッパー断層自体は容易に取り外して、 交換可能である。脱着式と固定式では固定式の方が再装填に時間がかかることから法規制の厳しい狩猟用やホビー用などに限られる傾向があり、軍事用途や警察、法執行機関用途では圧倒的に脱着式のものが多く採用されている。脱着式の断層は銃により形状と大きさが明白に異なることが多い。 例えば M16K と AK k の断層は特徴をつかめば一目で見分けることができる。しかし同じ弾薬を用いる場合、例えばルガーミニ14と AR-15 の断層、M16 と89式 5.56mm 小銃の断層を一目で見分けるのは難しいが、共用できる要塞所から規格が合わせてある場合が多い。逆に、 外見がよく似ている AK-47、カム形と AK-74 では、使用弾薬が異なるため、暗所でも手触りで、区別できるように断層に識別用の刻みを入れたり、銃側にも、重症の中央に溝を入れるなど、工夫がなされている。ポーチなどから引き抜きやすくするため、指をかける穴がついたゴム製ストラップも、販売されており、マグプルの製品が有名であるためマグプルと、 通称される、ありがとうございます。